にちは、カズライダーです。最近一人で楽しめる趣味としてバイクが見直されてます。そんな一人でアウトドアで楽しむためにバイクを手に入れたんだけど、どうやって楽しんだらいいかわからないっていう人もいると思います。そこで今回はバイクの楽しみ方について話していきます。バイクを手に入れたけど、いつも同じところばかり走ってマンネリ化してる、一人で走っててどうやって楽しんでいいかわからないっていう人はぜひ見ていてください。この動画が参考になったって人はいいねとチャンネル登録してもらえると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。まず楽しそうに思えたバイクツーリングがなぜそんなに楽しく感じないのかっていうところですけど、走る場所がいつも同じでマンネリ化しているっていうことがあると思います。バイクに乗り始めた頃はバイクに乗ること自体が楽しいので、どのルートを走っても楽しいと思うんですけど、だんだんバイクに慣れてくるといつも同じばっかりだとマンネリ化してきてつまらなく感じてくると思います。なのでいつもと違うルートを走ってみてください。そうすると見える景色も違うし、カーブの曲がり具合とかも違うので、新鮮な気持ちで走ることができます。普段と違う目的地ルートで走ると、初めて発見するお店であったり絶景が見える撮影スポットがあったりします。そういうところに立ち寄りながらツーリングするっていうのも普段と違うのでなかなか楽しめます。いつもと違う目的地ルートを通るっていうことは事前に探すっていう楽しみもありますね。ツーリングに行く前に自宅でツーリングスポットを検索してみたり、 Google マップとかで面白そうな道を探してみたりっていうこともあるので、そういう時間もバイクを楽しむための楽しめる時間だと思います。あとはとにかくいろんなところに行ってみるっていうことですね。最近はスマホナビがあるので、ツーリング中に思い立ってルート変更してみたり、なんかちょっと聞いたことがあるなっていう場所を目指して走ってみたりっていうのも面白いです。実際行ってみるとそこまで大したことなかったり、大したことないなって思ったところでも実はすごく良かったりっていうこともあるので、なかなか面白いです。そういうところは車でも行けるんですけど、わざわざバイクでツーリングで行くっていうのが楽しいんですね。あとはツーリングルートにワインディングのある道を踏み込んでみてください。目的地に行くためだけのツーリングで市街地ばかり走ってると、信号で発進停止を繰り返してばっかりだし、あんまり面白くないです。なので街中ばかり走るのではなく、山や海のワインディングロードも入れてみましょう。山や海沿いを走るとすごく開放感があっていい気持ちで走れます。あとは皆さんバイクに乗ってるとよく写真撮ると思うんですけど、絶景スポットとか映えスポットでバイクと一緒に写真が撮れる場所を探して、そこを目的地にツーリングしてみるっていうのも楽しいと思います。ただ普通にバイクの写真を撮るだけだったらだんだんマンネリ化してきちゃうので、絶景スポットでバイクと一緒に写真を撮るとか、そういうことを目的にしたツーリングも楽しいんじゃないでしょうか。あとは各地の美味しいものを食べに行くっていうのもいいですね。バイクに乗ることだけが目的になっちゃうと結構疲れてきちゃうと思うんですよね。まあ、これもマンネリ化しちゃうっていうことなんですけど、話題のグルメを食べに行く、そのためにバイクで移動するっていうだけでもなかなかいいんじゃないかなって思います。バイクで行くと意外に店員さんに話しかけられたりすることもあって、たまに会話が盛り上がることもあります。あとは一人じゃないといけないようなところに行くですね。例えばパートナーや家族が全く興味なくて、家族みんなで行こうと思ってもいつも却下されるとか拒否されるなんてところがあると思います。例えばお寺巡りが好きな人でパートナーや家族が全く興味がなくて一緒についていくの嫌だとか、だけど本人はすごく行きたいのに我慢してるっていうことがあれば、そこをツーリングの目的地にしていろんなお寺を回ってみるとか、実はバイク以外に電車も好きで家族とのドライブ中に電車の写真撮りたいんだけどなかなか撮ることができないとか、そういうことがあればバイクで電車の撮影スポットまでツーリングして写真撮って帰ってくるっていうのも楽しいと思いますね。一粒で二度おいしいみたいな、そんな感じです。なのでバイク乗っててマンネリ化してきた人はバイク×〇〇みたいな、何か他のものと掛け合わせたツーリングをしてみるともっと幅が広くなって楽しめると思います。いや俺はバイク一本だ、バイクしか楽しみがないんだって人は
そもそも走るだけで楽しいだろうし、バイク以外の趣味を持ってる人はバイクとその持ってる趣味を掛け合わせたツーリング、バイクの楽しみ方っていうのをすると幅が広がるんじゃないかなって思います。ちなみに私の場合はバイクに乗ってるだけで楽しいです。さすがにいつも同じ道ばっかり走ってると飽きちゃうので、ちょっと話題のツーリングスポットに行ってみたり、観光地に行ってみたりはしますね。それでは動画は以上です。このチャンネルではバイク用品やバイク関連について発信しています。いいねとチャンネル登録してもらえると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。